アクションブロンソンはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市出身のラッパー、ソングライター、ヒップホップミュージシャン、俳優、シェフ。ヒップホッププロデューサーのザ・アルケミストとのレア・シャンドリアーズやパーティーサプライズとのブルージップス2などいくつかのミックステープをリリース。2013年に EP ソブストーリーズでメジャーデビューを果たす。 2015年の2作目のアルバム、ミスターワンダフルは、ベイビルボード200でトップ10入りした。アクションブロンソンは、ラッパーとして成功するまでシェフの経験があり、トーク、バラエティ番組、ザ・アンタイトルド・アクションブロンソン賞のホストを務めている。他、旅行番組、ファック、ザッツ・デリシャスにも出演している。2017年には、自身の旅番組を題材にした初の料理本、ファック、 ザッツデリシャスを出版した。ライブでのアクションブロンソン1983年12月2日、アクションブロンソンはニューヨーク市クイーンズ区フラッシングでアルバニア系イスラム教徒の父とアメリカ系ユダヤ教徒の母の間に生まれた。幼少期はイスラム教の伝統の中で育ち、クイーンズクベイサイドにあるベイサイド高校を2002年に卒業する。ラッパーとして成功する前は、 ニューヨークでシェフをしており、自身のオンライン料理番組、アクション・イン・ザ・キッチンのホストを務めていた。しかしキッチンで足を骨折したのを機に、アクション・ブロンソンは音楽活動に専念するようになる。2011年3月15日、デビューアルバム、ドクター・レクターを、ファイン・ファブリックデ・デ・ラゲイツより、自主リリースする。2012年11月15日、アルケミストとのコラボレーションミックステープ、 レア・シャンドリアーズをリリースした。2013年4月、コーチェラフェスティバルに出演し、同月下旬には、XXL マガジンのフレッシュマンクラスに選出される。2013年6月11日に EP、ソブストーリーズをリリースする。2015年3月23日、2作目のアルバム、ミスター・ワンダフルをリリースする。2017年8月25日、 三作目のアルバム、ブルーチップス7000をリリースする。2018年11月2日、四作目のアルバム、ホワイト・ブランコをリリースした。2019年、俳優として映画、アイリッシュマンに、棺屋の役で出演する。2020年9月25日、五作目のアルバム、オンリー・フォー・ドルフィンズをリリースした。スタジオアルバム、ありがとうございます。